のぼりりゅうたけかは、死のキンモン茶ワンタケもに属する、キノコの一群である。代表的な属は、のぼりりゅう属で、西欧では、妖精の蔵と呼ばれている。のぼりりゅうたけかは1823年、金類学者のエリエアス・フリースによって、エルベラ海として設立された。当初は、シャグマ・アミガサタケ属、フクロシトネタケ属、ツチクラゲ属、天外カブリ属などの多くの属が包含されていたが、 リボソーム DNA の塩基配列に基づいた分子系統解析により、これらの属は系統的に離れたものであることが示された。それに伴いのュウタケ科のコアクレードは縮小され、西洋小ロ下に禁煙なヘルベラッチとして再編された。アンダーウーディア属はノリリュウ属の糖分が発達してその縁が加水し、 柄をほぼ完全に内部に包み込むように進化したものではないかと考えられている。しかし、分子系統解析は行われているものの、分子系統的な位置は明らかになっておらず、現時点では暫定的に上り流化の一因として扱われている。古実体は、典型的には、円盤状、または、それが歪んで反り返った蔵状の頭部と、よく発達した柄とで構成されている。 頭部の上面に多数の死脳を生じ、死脳の内部に胞子を形成する。したがって、通常のキノコのように、頭部の裏面にヒダを形成することはない。頭部の裏面はほぼ平滑あるいは長短様々な毛を密生している。柄は、円柱状で、滑らかな場合と縦長の深い畝を生じる場合とがあり、種類によっては、この畝、ごく一部に、 古実体の柄がほぼ完全に退化するとともに、死脳板の円が著しく屈曲して、内駆し、死脳群を内部に包み込むように変形したものがあるおよびボールサミア属。死脳は円筒形、無色で一般に薄壁、先端には小さな開口部を備え、胞子が成熟するまでは薄い円盤状の蓋によって開口部が閉ざされている。胞子は比較的大きく無色で、 大円形卵形をなし、しばしば大きな湯滴を含んでおり、表面は平滑である。通常は地上に発生するが、稀に普及した木材の上に生じる種類もある。一般的には、様々な樹木と共生する外生菌根菌であると考えられている。大きな小実体を形成する一部の種類は、食用として利用される。オドネル、ケリー、エリザベス・シグルニック。 ナンシー・エス・ウェーバージェームズ・エム、トラッペ、ファイロゲネティック・リレーションシップス・アマング・アスコミスタス、トルフズ・ザ・トゥル,ルー・アンド・フォルス・マレルズ・インフォード・フロム18、s 2 8スライベソマル、DNA ・シークエンス・アナリシス。マイケ・ロージア89,48から65、ドイ、10.2307、376万1172、ティガース・ウェル、メイティ・ダブリュー、 アンドスミス ME2010 エクターミクリッセルライフスタイルインフンリ、グローバルダイバーシティディストリビューションアンドエボリューションオブファイロンゲネティックリニーチスマイカアイザ20217263ありがとうございます